ドラフト1位ルーキー、日下翔に流れる青い血。これが今日のコラムのタイトルです。日下翔投手、期待されたドラフト1位ルーキーではあるんですが、正直今シーズンは戦力ではない。1年間は棒に振る ということになってしまいましたと言いますのも右肘のトミージョン手術をして今リハビリ中なんですね改めて草加翔投手2001年11月21日生まれ22歳の右ピッチャーです岡山県出身創始学園からアジア大学を経てドラフト1位でドラゴンズに入団しました 今年の1月、まだまだ寒い名古屋球場での新人合同自主トレ中に右肘内側側腹靱帯損傷と診断されました。当初はトミー・ジョン手術ではなく保存療法で復帰を目指そうと思っていました。この方が復帰が早いとも言われてるんですね。トミー・ジョン手術をしてしまうと1年あるいは人によっては1年半ぐらい。 投げらられませんから実戦登板復帰までかなり時間がかかるんですね、まあ、そんな中いろいろな人にアドバイスをもらったそうなんですがこの人のの言葉が決めででした立浪和義監督ですこの先のことを考えるとトミー・ジョン手術をして長く活躍できるようにしてほしい手術は早いに越したことはないこの言葉に背中を押されて日下投手は手術に踏み切りました今 8月リハビリの真っただ中ここに至るまで多くのドラゴンズの先輩の言葉アドバイス教えが生きています彼には青い血が流れています受け継がれています手術は2月1日でしたそうキャンプ初日です横浜の病院でした午前9時全身麻酔で手術がスタートしました気づけば11時半頃でした 麻酔焼けっていうのはね、やっぱりちょっとだるい感じもあったそうですし、痛みもあったそうです。キャンプ初日は沖縄ではなく、横浜の病室でした。この時の気持ち聞きました。チームに迷惑をかけて申し訳ない気持ちもありましたが、こうなったものは仕方がない。これを乗り越えるしかない。野球ができない期間をプラスにできるように過ごそう。子供の頃からですね、草川投手というのは、基本的に前向きでポジティブ。 周りが大丈夫か大丈夫か大変そうだな心配していても本人はケロリ。アジア大学進学が決まった時も周りに散々大丈夫かアジア厳しいぞトートリーグだぞ部員も多いぞ大丈夫か本人逆です。この4年間を乗り越えられればプロに行ける。こんな環境はない。 東浜投手もそうでしたし山崎康明さんもそうでしたし栗さんもそうでした東都でアジアでマウンドに立てるようになればプロの道が開けるだから4年間頑張ろう周りが心配するんですが本人は案外ケロリこれが草加投手の性格なんですね手術は無事に終わりました2月上旬沖縄に行きましたその初日ある人と散歩をしましたそうなんですまだね 歩くことぐらいしかできなかったんですね。読みたんです。はい。練習できないんですが、一応沖縄に合流したんです。その初日にある人と散歩をしました。この散歩中にかけられた言葉が今の草加投手の支えになっています。こういう言葉でした。草加、まだスタートラインに立っていない。でも、いつかスタートラインに立った時は、俺が一番だと思って投げろ。その気持ちを忘れるな。 響きましたね去年のドラフトを思い出してくださいトートリーグからドラフト1位でピッチャーが 多球団に行きました西武のね竹内投手などは1年目から活躍しておりますが怪我で苦しむドラフト1ピッチャーもいますジャイアンツの西舘投手などはシーズン開幕当初はものすごく活躍していたんですが2軍に落ちたこともあった引きこもごもの党とドラフト1ピッチャーたちなんですが久坂投手はもう今シーズン必ず投げられませんので1軍当板はありません、まあ、そんな中2月にかけられたこの言葉がものすごい支えになりました。 誰の言葉か落合英二コーチです落合英二コーチ日大日本大学ですドラフト一位ですドラゴンズ入団です同じ等と同じハズレ1位さらに大学四年の時に右肘を骨折しサファイアを入れるという大手術これ有名な手術ですよね落合英二さんの右肘にはまだサファイアありますから草加投手はこう言いましたこんなにすべてが同じ先輩が同じチームにいるのは 席全ての言葉が染み込んできましたいいか草薙まだスタートラインに立っていないでもいつかスタートラインに立った時は俺が一番だと思って投げろその気持ちを忘れるなでこの言葉というのは落合栄二さんが草薙投手に送った言葉ではあるんですが落合栄治さんもある人から送られていたんですそれが今は亡き稲葉光雄さんだったんですね稲葉さんが ドラフトで入って落合さんもキャンプ行ってませんから最初に落合栄治さんに会った時にかけた言葉がこれだったんです稲葉さん落合コーチ日下投手へとこのドラゴンズの伝統言葉は言い伝えられている受け継がれているわけなんですね地道なリハビリが始まりましたまずはもう歩くだけですで下半身のトレーニングもできるんですが重りが持てないそりゃそうですよね 右手手術してまますすから、まあ、左だだけだとバランスが悪くなりますいわゆる自重自分の体重だけの、まあ、スクワットなどの下半身トレーニングあとはストレッチスポンジのボールをつかむ手首をチューブで動かすなどなどそれはそれは地味なリハビリが続いていましただいたい午前9時に始まって正午に終わる毎日午後からは時間がありますするとホームを 見直ししたたくなりましたそらそうですよね右肘故障したということは何らかホームに問題がありそのホームの問題が右肘に結局負荷をかけパンクしたということですから同じ投げ方ではまた右肘を痛めるかもしれないのでホームを早く直したくなる。ということでこの時期聞きまくったそうですしかも同じトミー・ジョン手術をした岩崎翔投手。 田島投手、梅津投手などなど、いろんな人にアドバイスを求めました。すると、梅津投手からこんな言葉をかけられました。ちょっと焦りすぎてないかい投球フォームはボールがきちんと投げられるようになってからでいい。まずはしっかり直して。そこから一気にホーム修正に行くのではなく、指先を含めた投げる感覚を取り戻してからにしよう。 梅津投投手手がが優しい言言葉葉ででででで穏やかな口調でゆっくくりブレーキを踏んんれたんです草加投手この言葉で目が覚めました、まあ、ホームのことばっかり考えていたんだけれども焦らずまずは体を治すこと右ひじを治すことそして投げられるところまでリハビリをこなして投げられるとなってもまずはホームは二の次とにかく投げる感覚指先の感覚を取り戻すそれが終わってからホームの修正に取り組もう。 これねスポーンで以前石川翔投手の話をしましまた彼もトミー・ジョン手術をしたんですが彼のこれまでの軌跡をご紹介しましたが手術したんですリハビリしたんですでもホームのことがものすごく気になってたんですで結局傾斜を使ってのキャッチボールができるようになった時に。 ホームのこと考えて考えて考えまくった結果また右肘に痛みが走ってだいたい3、4ヶ月、まあ、ざっくり半年弱また一からリハビリやり直してるんですよね。遠回りしちゃってるわけですよ。この焦る気持ちに一回ブレーキをかけることがとっても大切。梅津投手からその言葉を受けてじっくり直すことに。 今集中していますそして6月19日がネットスロー開始ネットスローというのはネットに向かって公式ボールを投げる距離わずか7メートルだったそうですフワーンまあホームも何もないですよねとにかくボールを持って7メートル先のネットにフワって投げるこれで投げるっていう感覚をなんとなく取り戻す そこから徐々に徐々にそのネットスローの距離を伸ばしまして先月は2 5メートルを5割弱の力で投げるキャッチボールのところまで行きましたただこれは1日おきです1日おき8月今月に入ってちょっとこのメニューが前に進みました2日投げて1日回復 前は一筋一休だったんですね。まあ、休と言っても完全に休んではないんですが、投げて休んで、投げて休んでの一日置きだったんですが、8月は投げて投げて投げない。投げて投げてノースロー。ちょっと前に進んでるんです。来ました。やっとここまで来ましたよ。 一応ですね、私もいろいろリハビリメニュードラゴンズの選手に過去聞いたことがあるんですがだいたいこの右ひじですとか肩を痛めた人のリハビリの卒業メニューは40 50 100メメーーートトルルルかららのキャッチボールを100パー全力で投げられるるようになると終了。したがってまだまだゴールは先ですゴールは先ですがやっと投げられる感覚も取り戻せた2日投げて1日投げないというこの8月のメニューを今こなしているさあ 理想のフォーム、やっと研究しよう。ただ、ぶんぶん腕振ってはいけません。まず、理想の形は何なのかなやがてもっと肘が良くなって、キャッチボールの距離も伸びた時に取り組めるような理想のフォームは何かな今はもういろいろ SNS ね、動画、いろんなサイトあります。研究できます。本もありますが、まずは、味方のピッチャー、二軍にいるピッチャーを観察しよう。 そして自分と腕の使い方、肘のしなやかさ、リリースの感覚などなど、似てる人で、なおかつ理想的な投げ方の人いないかな、もう完全にね、タイプが違うと、真似しようにもできませんから、誰かいい人いないかな、見つけました。草加翔投手、僕は今、トシさんのホームが理想なんです。 これ、岡田俊也投手です。右と左は違うんですが、あのしなやかな腕の振りとリリースの強さ、俊也さんにちょっと焦る気持ちを抑えつつ、投げるときは何を意識しているんですかと聞きました。投球ホームのコツです。 この投球フォームの改善をやがてしなければまた右肘に負荷がかかる可能性がありますのでやっとここまで来た理想のフォームを追い求めたい参考資料としていろいろなものを見たあこれだと思ったのが岡田俊哉さんだっただから俊哉さんにアドバイスを聞いたすると岡田投手はグラブをはめている手と投げる手を最終的にスパッと入れ替えるイメージで投げている。 はい岡田投手は左ピッチャーですので皆さん右手にグラブをはめていると思ってくださいでキャッチボールあるいはピッチングするときもそうですが当然グラブが体の前にきますよねバッター方向キャッチャー方向にきます右手を前に出しますでそのときにボールを持っている左手というのは後ろですところが左ピッチャーですから当然この左手を前に持ってきますでこのときにグラブといわばボールを入れ替える右手と左手をスパッと入れ替える こういうイメージでいわば開きを少なく極力この右手にはめたグラブで粘って粘って粘って,粘ってもう限界っていうところで左手と右手をスパッと入れ替えるこういう感じで投げているんだよ勉強になりましたやがてねもっともっと体が良くなった時にあるいは今のキャッチボールの段階でちょっとそれを意識しながら理想のフォームに近づけようと今思っていますということだったんです。 じゃあこの右手と左手を最終的にスパッと入れ替えるこれは岡田俊也投手の言葉なのかと思いきや実はこれはかつて岡田投手に私は取材をしていますこのアドバイスをくれたピッチャーがいますす岩瀬ひときさんですあの通算1002試合407セーブの絶対的守護神がまだまだ若かりし頃のまだ一軍デビューもしていない頃の 岡田智也投手智弁和歌山高校からドラフト1位で入ってまだまだ2軍で投げて1軍登板なんてまだまだ先という時に伝えた言葉がこれだったんですアドバイス技術心構え日下翔投手はこのチームに入ったからこそ心の支えとなる言葉今後の復活の鍵となり得る技術を 与えられているんですねまだまだ表舞台に立っていないドラフト1位ルーキーにもしっかりドラゴンズの伝統は受け継がれているんです。先日 OB 戦があ,りましたよ、ね、あのレジェンドたちの姿に胸を熱くしましたが長い長いこのドラゴンズの歴史 DNA 青い血というのは今の選手にしっかりと受け継がれています。